ここで台風10号に関する最新情報をお伝えします。台風10号ですが現在沖縄エリアにあり、一部この強風域の方が沖縄の方にかかってきているとこのような状況となっています。まずは気象衛星ひまわりの方で雲の様子見ていきましょう。こちらになります。台風10号ですけども中心がですねちょうどこの辺りになります。雲の形を見てみますと中心よりも南側の方にしっかりとした雨雲があるような状況となっています。台風10号この後ですけども沖縄本島付近を通過していくとそんな状況とどうもなりそうです。それではですね今後の進路について確認していきましょう。今後の進路ですがこちらです。台風10号7月20日金曜日18時現在ですが南大東島の南南西約240キロの海上にあり北北西に15キロで進んでいます。中心気圧は985ヘクトパスカル最大風速は25メートル最大瞬間風速は35メートルです。もう少し今後の進路を詳しく見ていきたいと思いますがこちら沖縄本島付近の方どうも通過していくとそんな状況となりそうです。まずはですね今夜日付変わる頃です。21日の午前0時にはちょうどこの辺りになるわけですがもうこの状況だと暴風域が強風域の方にしっかりと沖縄本島は覆われているそんな状況となりそうです。日付変わりまして明日21日土曜日の午前6時には沖縄本島付近にだいぶ接近しているような状態暴風警戒域にこのエリア入っていますので進路によっては暴風域にもうすでに突入しているような状況とどうもなりそうです。21日12時明日のお昼ですねにはなりますけども沖縄本島を通過しているような状況となりそうです。台風ですけども南の方に湿った空気によってですねしっかりとした雨雲を持っていますのでそれぞれのピークの時間帯ちょっと午後の方にずれてくるかなといったような形とどうもなりそうです。それでは台風10号による影響沖縄エリアに関して見ていきましょう。こちらの方ですけども後ろの方が赤くなっているところが暴風に警戒な時間帯また黄色くなっているところが強風に注意の必要な時間帯となります。また雨のアイコンが出ているところこちらの方は強い雨に警戒が必要な時間帯となります。奄美に関しては明日の朝から昼にかけてが雨に風ともに警戒が必要また沖縄本島は明日の朝6時から夕方6時18時までが雨風ともに警戒が必要な状況となりそうです。またこの台風によってですねだいぶ波の方も高いような状況ですから海の方には近づかないようにしていただきたいと思います。以上台風10号に関する最新情報をお伝えしました。